今あなたオレオってあだ名があるじゃない。あー、まずいな。誰？神戸さん？神戸さん。髪の毛的な意味で。あ、そうそうそう。そうなんすよ。え、でもよくない？なんか、うん、おしゃれじゃない？オレオ。そうっすね。まあ、おしゃれですね。まあ、オレオ好きだから。今、うん、なんでまずいなって言ったんか、ここにはちょっと、ね、分からんけど。別の意味があった？もしかしてこれ。いや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 、いやいやいや、そんなことないですよ。僕はオレオ好きなんやろな。全然。何アポロって。めっちゃアポロって。今日はこの辺にしておきますか。終わったし。終わったんか。お腹空いてないですかみんな、うん、お菓子ってこと。そうなんですよ、お菓子。なんかすごい相性がいいみたいですよ。似たようなお菓子じゃないですか、うん、キットカットとか一緒に食べるといいらしいよ。お菓子のいや合わないっすよね、オレオにアポロは。合う。いやいやそんな嫌だった。嫌？いや、もう知ってる人にいじられるのはもう諦めた。いじってないよ僕今のは。あなたが今勝手にそういう風に。違う。何よ。ちょっと具合悪くなってきた。まあ、トリガーになったのは神戸さんのまずいなやったね。そう、それはそうよ。僕じゃないっすよね。完全にトリガーになったのは、うんってなったのは。いやもう敏感なの、もう最近なんかなんかあったんか、大丈夫か。いやもうね、敏感なんすよ、本当に。ええやん。でも気にしすぎや。気にしすぎか。うん。オレオとアポロな、覚えとこ。あかんて。いやまあええやん。いいやん、いいよ。すいません、ちょっと。かっけーそれ。すいません、ちょっと。ごめんなさい、なんでもないです。なに。もうダメだ、もうなんか。どうしたおかしくなってきちゃった。ちょっと一回もうちょっと。何？一回もちょっと。大丈夫？一回もちょっとなんか、解散しませんか。すごい解散したがってる。僕らのこと嫌いになったのか。恥ずかしくて。いや好きっすよ。いやもうみんな好きっすよ。本当に今日一緒にやっていただいて本当にありがとうございます。マジで。本当かな。いやノアさんはあれじゃないですか。だって久しく遊んでなかったから遊びたかったっていうのもあるし。ナチョさんは、ナチョさんは普通に僕ラストの時。はい、めっちゃ切り抜き見てたんで、普通に切り抜き見てたんで、ファンボーイおるやん。もう見てたんで、絡んでみたいなっていうのもあったし、クラスはもう前のゲームから知ってる方だったんで、うん、ちょっと、はいはいはい、お話ししてみたいなっていうのもあったから、本当に今日はありがとうございます。本当に締めようとしてるっす、コーチ。まあでもね、まあなんかちょっとかわいそうなところも感じてきたよ、俺は。かわいそうだなって、あんまりさ。そうっすよね、今すごいっすよ、顔真っ赤っすよ。多分ダイレクトに聞いとるから、まあ、同じ男としてここは。ああ、やっぱ亀戸さんの肩を持って。やっぱ優しい。